ヤフーオークション出品中のゼファー1100のエンジンの動作確認動画行きたいと思います。こちらの車両ですが、エンジン始動の際、クラッチレバーの握りが必要となります。エンジンは、セル一発で、かかります。ご覧のように、エンジンは、セル一発で始動、アイドリングも、しております、引き上がりも、確認済みとなります。特に気になる、ひどい異音、白煙等もありません。エンジンコンディションは、とても良い状態かと思われます。ヘッドライト、こちらは HIE ヘッドライトを使用しておりますので、とても明るく、非常に綺麗です。続いて、ウインカブレーキランプの確認、メーターは、スピードメーター、タコメーターともに、始動確認済みです。ガソリンメーターも、問題なく始動、作動しているようです。タンク内少し暗くガソリンが入っているので分かりにくいかと思いますが、タンク内も、それほどひどい錆等もなく、綺麗な状態かと思われます。エンジン周り、特に気になるようなオイル滴り、オイル漏れや、滴り、ありません。倉庫に止めていて、下に、オイルだれができるようなオイル漏れ等はありませんので、ひどいオイル漏れ等はないとは思われますが、古い年式の車両なので、分かる範囲での、確認となりますので、ご理解ください。以上、エンジンの動作確認でした。